はい、ウプ主です。今回はリンゴがいるとの戦いですね。ではやっていきましょう。俺っち、忠告はしたよな。おめえのせいで戦うんだからな。うわぁ、今日のご飯は焼き肉だ。リンゴがいるは火炎放射、火の玉の2パターンの技を主に使ってきますので、それらをうまく避けましょうね。火炎放射に当たってしまえば、やつの焼肉にされちゃいますよ。うまく避けてくださいね。攻撃できる石はクリスタルの間に入り、リンゴがいるに攻撃を食らわせればいいのです。しかし、あまり近くにいますと、敵と一緒に爆弾の餌食となりますので、離れておいてくださいね。2段階目に入りましたね。1段階目とさほどですが、気をつけてください。火炎放射もエイムが強くなっております。そうそう。めちゃくちゃな動きをすれば、火の玉や火炎放射を一網打尽にできますが、難易度のハードルがやや高めです。無論、当たりまくりです。だから、1段階目と同じ行動をすれば、大丈夫です。次でラストですね。はい、3段階目になりましたね。火の玉の数が増え、余計に当たりやすくなってしまいました。火の玉の影をよく見て、うまくかわしましょう。火の玉をかわした後も素早く火炎放射を放ってきますので、とっさに移動できるか意識しましょうね。そうすれば、あとは楽ですよ。俺っちの負けだよ。でも気付けな、この先は厳しいからよ。おめでとうございます。それでより高く飛ぶことができますね。でハ、無事ボスも倒せましたので、ここまで。続きは URL からどうぞ。でハでハ、さようなら。また見てね。